白二芸術特区は、台湾高雄支援区と一部鈴宮山区にまたがる、前衛、実験、イノベーションをテーマに、旧倉庫街をイノベーションした複合アートスペース。東から順に、大義街の、大義倉庫群、大遊路の、大遊倉庫群、高来路の、高来倉庫群の3つに大別され、旧濁駅小時間を要する、公明製鉄道文化園区と共に、 高戸制エリアの一大観光拠点を形成している。白には高尾港第三ドックにある第二フィーダー不当の略称であり、1973年6月12日に港湾倉庫街として開業した。2000年に高尾市政府は国慶節花火省の火薬倉庫の広報地を探っていたところ、当地が 社会実証エリアとして最適であることを見出し、老朽化した建造物群をリノベーションし、2002年3月24日にアートスペースとして観光を迎えた。芸術家や地域文化の名手の活動の下で、行政院文化建設委員会は、空間の再利用プロジェクトとして、高尾市の街づくりを代表する白二芸術特区事業が指導した。 当初は、高尾博に芸術発展協会と、樹徳鍵大学発展地方芸術工房が運営し、台湾南部の創作実験の場となった。2006年からは、運営主体は、高尾市政府文化局に変わっている。文化局の運営開始後は、高尾設計説、漢字フォントをテーマにした、アートワークの交換漢字説、スチール彫刻を集めた、鋼彫芸術説、 コンテナハウスを展示する、過ビ芸術説など、多数のイベントが開催されている。2010年には、台北市のライブハウス、ザ・ウォールを招聘して、月光劇場をオープン、毎週末に、アンサンブルやインディーズのグループのコンサートが開催されるようになった。2015年には、月光劇場と C10 ライブウェアハウスの運営管理を、私文化局が行っている。 2010年ソニーコンピュータエンタテインメントが9号倉庫にデジタルコンテンツの開発支援センターを開設。2012年8月にはうさぎ小層いかげ業講師が進出、3D や VFX 事業を展開した。2011年 C3 倉庫を査定田国際参院講師に委託し、飲食店を開業。また同年より、 南台湾最大の同人イベント博に同漫祭の会場となっている。同漫祭へのアクセスを担う高落し運で、公式イメージキャラクターの高尾都市少女が誕生する契機にもなった。2016年1月29日、台北イン89豪華数くらい影城社が経営する映画館、イン89博に電営員が、同年6月30日には、 鉄道模型の博物館公明製台湾鉄道館がオープンしている。白二芸術特区の海外役男性職員、年々増加する来場者の満足度を高めるため、そして多くの文化行事を開催すべく2012年に、私文化局は台湾東京講師が所有していた住山区の蓬来倉庫群も借り受けることになった。そして芸術特区は14棟の倉庫群に拡大した上で、 同年5月4日から16日に、有水ノベーティブデザインフェスティバルを開催したほか、2013年末には、大義倉庫群もオープンし、25棟を有することになった。私文化局が直接運営に乗り出したことで、区内の従業員構成が私、企業と多少異なっている。行政管理業務を除いては常設店の正規職員と特別店の勤労学生以外に、 長平成上の代替役文化サービス要員の男性が従事している。また、毎年夏休みに実習生を募集し、青年層や学生層に展示職務の第一線に触れる機会を与えている。調査結果が報道にも頻繁に引用される台湾のオンライン調査サイト、ベイリーバによる2015年夏のネット調査では、台湾各地にある文化園区で、 トップの人気となっているほか、2017年春の調査では、高尾で行くべき観光スポットでも、首位となっている。また、天下雑誌による、2014金杯含む対象も、獲得している。来園者数は、2010年約89万人、2011年153万人、2012年245万人、2013年323万人、 2014年400万人超と年々増加している。太陽路の西側に位置する、神戸製台湾鉄道館神戸製、白2000ミニ列車放来路の西側に位置する、大義街の東側に位置する2015年夏に、設置された、パブリックアート、H 天台金沢21世紀美術館の展示作品、スイミングプール2015年夏に、大義倉庫 c 8、 C9 棟の各屋上に設置されたパブリックアートの H 展台が展示された。プールサイドからは高尾港の船舶や小飛吹山の絶景が眺められるというのが特徴だった。C8 棟の屋上プールは開花の人間がプールに潜水しているように見える仕掛けで撮影スポットとして人気を集め、C9 棟の屋上プールはそこに鏡を設置したことで、 水中に空と雲が投影されているように見えるものだった。しかし設計コンセプトが日本の金沢21世紀美術館に高級展示されているアルゼンチンの芸術家レアンドロ・エルリッヒの作品、スイミングプールと告示しているとの批判を浴びた。特区を管理する私文化局はレアンドロ作品とは異曲動向であり、盗作ではないとしていた。私文化局は 似ている部分があるだろうが、この作品は当作ではなく、海外に出かけなくとも公共芸術の無限の可能性を身近に堪能できるとの声明を残した。この出来事が炎上すると、トック側はプールは、白二の公共施設の一部分を占める非芸術家による公共芸術に過ぎないが、表現手法の違いはあれど、元作品のコンセプトからの引用はあったことを認めている。また、 私文化局は、H 天台は、倉庫リノベーション工程を名目とした入札であり、すなわち、公共芸術には当たらないが、委員会審議でもデザイナーに芸術家を起用するべき、公共芸術設置弁法によるものではなく、審査員も資格芸術の専門家ではないと重ねて、盗作の意図を否定している。一方、金沢の作品を制作したレアンドロは、この騒動について、 アジア地区でのすべての権利関係は日本のマネージメントに一任すると表明。そして当日の夜間には市文化局長市明はメディア会見を通じて原作者、高尾市民、芸術界関係者に向けた謝罪文を公開した。2014年11月5日、高尾市政府文化局は台湾ビールの営業所と倉庫二棟を誤って市の指定戸籍に 暫定登録したが、主公子に通知を行わぬまま有識者会議での審議を通過させてしまい、登録が決定した場合の用途が制限されるとして10月に、主公子側は登録取り消しを求めていた。このため法廷闘争にまで発展したが、2015年11月5日に文化局はより保存基準の緩い、指定歴史建築に格下げする広告を行っている。ありがとうございます。